いつもご視聴いただきありがとうございます。出ました、小山岳です。出始めました。妄想の次は小山岳。小山岳ですね。まあ、布袋地区とも言うタケノコです。暖かいとこによく生えてるみたいですね。暖かい地域だから日本でも南部ですね。これはもうえぐみもなく湯がくのも簡単ですね。はい、ということでね、小山岳撮ってきました。素晴らしい、綺麗、いい感じで、これ皮を剥いていくんですけどもね、早い剥き方、もう去年もやってるんですけどね、ここをこう入れる、でここを割る、そしてガッと引っ張る、そっから入れてこう剥く、これが一番早いパターンだと思います。こうやってこうやる、こうですね。どうでしょうか。で今ね、やっとこの時期になりましたね。これ苦くないんで、えぐくないんでね、美味しいです。こうですね。動画見てくれてる人も、小山岳ファンの人いてるみたいで、小山岳いつですかって聞かれたんですが、そうです、今ですね、今です、今の時期です。こんな感じです。布袋地区ですね。これで食べれます。ありがとうございました。